森に行こう。彼女が誰かを陥れるような人とはどうしても思えない。僕のわがままかもしれないけど、信じたいんだ。わからないけど、メグル君急いで。ヨナさん。あ、君たちは。いいところに来てくれた。助けてほしいんだ。助けてほしい？実は。僕はイオナさんにこの間みたく、また呼び出されたんだ。僕も最後の説得のつもりで、彼女に自首を進めようと来たんだけど、そうしたらいきなり逆上されて、僕は必死に抵抗して。でもまだ信じられないわ。こんなおとなしそうな人が連続殺人事件の犯人だったなんて。これは彼女が持っていたものだよ。つかみ合いになった時、スカートのポケットから落ちたんだ。これは。